発、原発再稼働。あるいは過酷事故、避難計画、何一つまともにできていない。みんな知っています。事故が起こっても不思議ではない。そんな中で原発が稼働されてしまった。そして さらにもう一つ、事故が起きなくてもひどいことが行われている。仙台の海は沈黙の海です。放射性要素も5キロ圏内は事前配布、30キロ圏内はその時に、30キロ圏内に5万人も6万人も放射性要素配布できますか。そうでなくても医師不足、薬剤師不足です。今の避難計画は全く実効性のない絵に描いた餅なんです。今見てください。福島の構内で被爆に耐えながら労働者たちが働いています。そしてその周辺では除染労働者もまた被爆に耐えながら働いている。そして廃炉作業をやりながら被爆量が増えていく。こういう犠牲者を大量に作りながら、なぜ原発をやるのか、なぜ原発を稼働させる必要があるのか。原発がなくても私たちは何も困ってなかった。電気は十分足りてる。そしてこれから自然エネルギーに向かっていく。原発は何の意味も持たなくなったエネルギーです。原発事故が起きると国は加害者にぴったりと寄り添います。被害者のことはほとんど見ません。そして原発事故の被害というのは加害者が認定します。いくら私がうちのタンスは高いタンスだったんだって言っても、いやそれってそんなに高くないんじゃないですか、もしそんなことを言うなら領収書持ってきてくださいって言われてしまうんです。それっておかしくないですか。そういう風にして見えるものはまだいいんです。こんな立派なタンスがあったでしょって言えるので。でも放射線は見えないので、私たちがどんなに不安だ、どんなに心配だと言っても全然大丈夫ですという風に言われてしまいます。そしてその全然大丈夫ですを国も県も後押しするんです。原子力発電は危険です。原子力発電は大変コストが高すぎるんです。それから原子力発電は不必要です。安倍政権の暴走を許さないぞ。